おつかばちゃんです。イギギご視聴いただきありがとうございます。カバーオールニュースのお時間です。今日お伝えする内容は、営業マン通知速報、フランチャイズ面談数速報、3月度月間数字報告です。3月も終わり、新しい門出の時期、カバーオールでも10名の新入社員を迎え、みんなで生き生きを提供できる会社づくりに努めております。このチャンネルもどんどん成長していきたいと思っておりますので、感想やもっとこうしてほしいなどのコメントもお待ちしています。それでは最初のニュース、先週の営業マン数値速報です。カバーオールの営業マンが営業電話をかけた数、ダイヤル数、アポイントメントが取れた数、アポ数、ご契約をいただいた金額、獲得金額を速報でお伝えしていきます。獲得金額は年間契約をいただいたお客様の1ヶ月あたりの契約金額となります。先週3月29日から4月2日の営業数値です。新規のお客様を開拓する営業マンがかけたダイヤル数は5558件、そのうちアポイントにつながった数は70件、新規のお客様でご契約いただいた社数は15件、新規でご発注いただいた獲得金額は90万1611円となりました。新規開拓の営業マンの活躍ぶりについては密着動画がアップされておりますので、チェックしてみてください。既存のお客様を訪問し、追加促進をする営業マンが行った面談数は53件、追加でいただいた清掃の獲得金額は125万8875円となりました。そしてキャンセルは102件、361万6908円でした。例年3月は期末の会社が多いので、キャンセル数値に関しても大きくなる傾向があります。次にフランチャイズ面談数の速報です。先週のフランチャイズ面談数は4件でした。また、先週1名のフランチャイズオーナーにご契約いただきました。面談は随時各地区本部で行っております。気になる方は概要欄のリンクから FC 募集サイトにアクセスしてお気軽にお問い合わせください。続いて先月、3月度の月間数値結果を赤裸々にお伝えします。2021年3月度、新規のお客様を開拓する営業マンがかけたダイヤル数は28,099件、面談につながったアポ数は393件、そのうち契約をいただいたお客様は49件、契約をいただいた総金額は210万4934円でした。既存のお客様から追加契約をいただく営業マンが行った面談数は451件、追加で契約をいただいた金額は359万6331円でした。また、その他部署で、清掃金額の増額や追加など、すべて加算した全社の契約金額は、991万173円でした。残念ながら、キャンセルされた清掃のお客様は、147件、432万3円でした。3月度、新しくカバーオールと契約していただいた、新規加盟オーナーさんは8名、3月の研修にご参加していただいた方は9名でした。3月の研修は滞りなく終了し、9名のオーナーさんはすでに清掃サービスを開始、売上を上げております。今週のニュースは以上になります。来週のラインナップですが、カバーオールニュースでは、4月第2週の数値速報、フレッシュな新入社員入社式の様子をお届けします。またフランチャイズフェアに行ってみた、フランチャイズ面談担当と先輩オーナーの本音を配信予定です。ぜひご視聴ください。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。